ノルヌショフランス語。皆さんこんにちは。フランス語へようこそ。今日は発音について授業をしたいと思います。フランス語の発音はとても難しいといろんな人に聞きますけど、本当にそうだと思います。今日はアクソンについて授業します。フランス語ではアクソンが3つあります。1つアクソンエグ、2つアクソングラーヴ、3つアクソンシルコンフレックス。どの文字かによって書き方か発音に影響があります。例えばアとウは書き方だけで発音には影響ないですけれど、ウの発音はアクソンによって変わります。普通のウはこういうふうに発音しますね。ウ、ウ。アクセントエグーになるとエ、エ。口を横に開きますね。で、アクセントグラーヴだとエ、エ。口が上下に動きます。アクセントシルコンフレックスの時もえと発音します。よく私が例で使うのはエレーヴという言葉です。エレーヴ、エレーヴ、エレーヴじゃなくてエレーヴでもないです。エレーヴ、違いがわかりますか？少し難しいですけど、何度も聞けばわかるようになると思います。の発音はアクソンによって変わります。普通のおだとおという発音です。お、少しおとあの間ですね。お。でもアクセントシルコンフレックスが来るとおになります。お、一つはあ、喉の奥から来るように発音してください。お。でもアクセントシルコンフレックスのおはもっと口を丸く、日本のおと同じようにおと発音します。例えばドム、ドム、ドーム、ドーム。違いが聞こえますか？あともう一つありまして、トレマ、この2つの点々のことなんですけど、これは言葉の発音をはっきりしたいときに使います。あまりトレマがある言葉はないんですけど、まあ、例えばノエル、クリスマスですね。ノエル、ノとエルの間にはっきり区切りをつけるために、このトレマを使うんです。ノエル。もう一つは、もしトレマをつけない場合、発音が変わってしまうときです。例えばナイフ、ナイフ。本当だったらアプラスイはエという発音になるんですよね。でもここはトレマがあるため、ナイフ、ナイフと発音します。あとエグ、エグ。このJプラスUプラスEは本当だったらGという発音なんですけど、ここのウにトレマがあるためウという発音することがはっきりします。エグ、エグ。以上、今日のアクソンの授業でした。少し短かったけれど楽しめましたか？この後もいろいろ文法や発音の授業をしたいと思いますので、もしコメントやリクエストがあればコメントで教えてください。最後まで見てくれてありがとうございました。またフランス語で一緒にフランス語を覚えましょう。アロワー。